さて続いては、毎週、失礼しました、毎月月曜日第4月曜日はリバイブ、もう一度戦えるのコーナーです。こちらのコーナーは精神保健福祉士高田健一さんをお迎えしまして、誰にでもある小さな悩みなど、そういったものを少しでも解決していけるお手伝いができればというコーナーです。高田さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今月2回目の放送ということになりますけれども、はい、先週は主に自己紹介をしていただきまして、まあ、ちょっとどんなお仕事なのかなとか、どういった相談ができるかなみたいな感じで簡単にですね、はい、ご紹介をいただいたんですけれども、そうですね、はい、はい、今日はどんなお話を。そうですね、今回は、テーマとしてカウンセリングの特徴といった、はい、テーマをちょっと、テーマに挙げてみたいと思います。はい、お願いします。はい、ではですね、ちょっと、最初に、相談を受ける側の人、これをカウンセラー、はい、とよちこ今回の放送では呼びたいと思います、はい、で相談をする側の人、例えば浅川さんですね、はい、浅川さんを相談者というふうに呼ばせていただきたいと思います、はい、それではですね、浅川さんはカウンセリングと聞くとどんなイメージをお持ちになりますか。はい、やっぱりカウンセリングってなるとちょっと普通の、まあ、友達に相談するよりは少し大ごとといった感じがして、はい、うん、なんか大きな悩みじゃないと、はい、聞いちゃいけないのかなっていう気がします、うん、なんかちょっとした悩みだったらそんなことで来るなよって思われちゃったらどうしようとかみたいな風にちょっとやっぱりなんか感じちゃいますね、はい、ちょっと敷居があるみたいな、ね、はい、高い感じがしちゃいますね、はい。まあ、例えば浅川さんはご友人の悩みとかを聞いたりすることってありませんか。ありますね、普通に飲んでる席とかで、そうですよね、はい、なんか例えば仕事の悩みだったりとか、うん、恋愛相談だったりとか、そういった悩みとかはよく、まあ、お悩み相談っていう感じではないですけれども、はい、通常の会話の中ではよく出てきますね、はい、そうですよね、はい、結構、普通の相談とですね、そのカウンセリング、この境目って結構曖昧だったりするんじゃないかなと思うんですけども、はい、今日はその違いについてこのコーナーでお話をしていきたいと思います。はい、ですね、まず、カウンセリングと会話の違いは、はい、カウンセリングには必ず目的とゴールがあるということですね。まあ、通常の会話でまずあるということは、まあ、ありえないんじゃないかなと思うんですが、そうですね、例えばそのつまりですね、その大体カウンセリングは大体1時間から1時間半ぐらいの時間の中でやっていくんですけども、はい、その中で何のためにその相談者さんに援助を行うのかと扱ったりとか、はい、その結果ですね、何を得たいのかということを、まあ、設定しておく必要があるんですね。まあ、こうしないとですね、まあ、その援助していく枠組みの中で、一体自分たちはどこにいるんだろうということですとか、はい、あとはまあ次にどんな課題が出てくるんだろうといったことが非常に曖昧になってしまうんですね。ですから、まあ、時にはですね、カウンセラーは相談者さんと一緒にこの目的であったりとかゴールというものを、共有しながら援助の過程を、まあ、進んでいきます、うん。まあ、この辺は、まあ、普通の会話とは違うんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね、はい、まあ、もちろんその通りに必ずしも行くとは限らないんですけども、はい、まあ、そういったところはケースバイケースで対応していくということですね、うん。で2つ目の特徴的なこととして、はい、自由で守られた空間であるということを挙げてみたいと思いますね。自由で守られた空間、はい、はい、これは、はい、これはどういうものなのかということをちょっとお話ししていきたいんですけども、はい、まずカウンセリングという場面では、はい、相談者の方は、前提としてですね、はい、自分の話したい話題、先ほど浅川さんもおっしゃいましたけど、小さいとか大きいとか、はい、関係なくですね、自分の話したい話題であったりとか、うん、気持ちを自由にこう話していいですよっていう、はい、ことがですね、保証されているんですね。それがどんな悩み話の内容であってもそれはいいわけです、はい、それをきちんとカウンセリングの中ではこう保証していくということであったりとか、あとはその相談者の方 の、 その話している内容ですね、はい、これをまあ率直にこう無条件で温かく受け入れていくというのがもう基本的なスタンスになってきます、はい。まあ、これは例えばですね、一
般社会でいうとそれがちょっと道徳的でないとかですね、ちょっとこれは間違ってんじゃないのかなといったような、まあ、ことをですね、例えば友人の方とかから聞くことって結構あるんじゃないかなと思うんですが、はい、カウンセリングという場面の中では、はい、そういったものは一切排除しているんですね。その方の思いのままの気持ちを受け止めて尊重する、まあ、これが基本的なカウンセリングのスタンスになります。はい、なので、どんな問題であってもいいわけですね、基本的にはですね。そうなんですね。そしてですね、共感的理解とかよく言うんですけども、相談者様の気持ちになって、考えるようにカウンセラーは務めるということですね。その相談者さんの、不安なお気持ちであったりとか、恐怖であったりとかですね、悲しみであったりとか、時には喜びといった感情を、できる限り、共感をして自分の気持ちをこう近づけてこう理解をするように、努めていくわけです。はい、このようなスタンスで、通常ですね、お友達が聞いてくれるということも、あまりないんではないかなというふうに思いますね。そうですね、そうですね、なんか友達同士でお悩み相談会みたいな形で、楽しく喋っている中で出てくる会話とかも、やっぱり友達同士ですし、仲のね良い友人だったりとかすると、いつの間にか話が逸れていたりですとか、そうですね、で関係ない話に発展しちゃったりとかみたいな、結局解決が見つからないまま喋っただけですっきりしちゃったみたいなところがありますけれどもね。そうですよね。はい、それも重要なんですけどね。はい、こういった特殊な環境の中で、カウンセリングというのは進められていくということですね。はい、そのためには当然のことながら、カウンセリングカウンセラーはクライアント方のお話しする内容にこう耳を傾けて、いくということは必要だということは、浅川さんもイメージできるんじゃないかなと思います。そうですね。ではですね、またこれはちょっと、普通 の, こじあの会話の中とは圧倒的に違うと思うんですが、はい、個人情報ですね。特にですね、いろんな今サービスをする方も個人情報という言葉は飛び交っているので何となく理解できるとは思うんですけども、はい、特にこういった、カウンセリングという中ではそのご本人の方しか、知り得ないような、情報ですね、機微な情報を、カウンセラーは得ることになるんですね。これがもし守られなかったら浅川さんどう思いますか？絶対相談したくないですね。したくないですよね。もうそれだけはやっぱり、守ってほしいところですよね。そうなんですよね。はい、ですからカウンセラーとクライアント、相談者の間では必ずこの個人情報っていうのが保護されているっていうのが大前提になります。特に私の精神福祉士の中での精神福祉士法という基本的な法律に守られているんですけども、これはもう個人情報の取り扱いについては罰則規定が設けられているぐらいですね。ただ一部のケースに関しては、情報を共有するということがあります。一つはご本人の同意が出てきている場合ですね。はい、どうしてもこう一人一人でやるというよりはですね、いろんなチームを組んで炎上してきますので、当然やっぱりこうある程度情報を共有しないと進まないというケースもありますので、そういった場合はご本人の同意をきちんと取った上で進めていく。はい、またあとは、自分のことをこう傷つけてしまったりとか、周りの方をこう傷つけてしまうといったような、自傷互いのケースというものは、即時介入するケースも稀にありますね。はいはい、ではですね、3つ目に、じゃあ問題がいろいろカウンセリングの中では出てくるわけなんですが、その問題をカウンセリングの中ではこう一緒に解決をしていくというスタンスを基本的には取りますね。はい、はい、でカウンセラーがですね、例えばですね、こう浅川さんが初めて、カウンセリングルームに入りました。目の前にはこう見たこともないカウンセリングの先生みたいなのが座ってるわけですよね。はい、そんな中でですね、いきなりああしろこうしろ、ああした方がいいんじゃない、こうした方がいいんじゃないと言われた時に、浅川さんだとどう思いますかね。やっぱり初対面で私のこと何も知らないくせに、なんでそんなに指示するんだろうとかやっぱ思っちゃうと思います。そうですよね。はい、やっぱり、カウンセリングというのは先ほども申し上げたようなことを通じて、まず信頼関係がベースにあるということですね。はい、そしてこうあくまでもカウンセラーの人とこう相談者の方が対等な立場であるということを前提にした上でないと、
いくらこう、まあ、いろんな問題が出てきてですね、まあ、カウンセリングの先生も一生懸命当然のことながら勤めてるわけなんですけども、結局のところその相談者さんに伝わらないということになってしまうんですね、うん、はい、ですから、こういった観点から、原則は、カウンセラーと相談者は問題を共に考えて、カウンセラーはどんなことがあってもその相談者さんにこう寄り添い続けるといったことが、非常に大事になってくるんですね、うん、なるほど、まあ、ちょっと、まずは目的とゴールといった話と、はい、こう自由になんだけどもでもこう守られている空間の中でカウンセリングが進んでいくという話、うんうん、そして問題を、まあ、こっちから一方的にですね解決方法をこう教えるのではなくて、はい、まあ、一緒にこう問題を解決していくといったこの3点をちょっとトピックスとして挙げさせていただきました。はい、なるほど、まあまあ、今回はですね本当にこう15分という枠の中で、まあ簡単にお伝えをしましたがどうでしょうかね、ちょっとカウンセリングといわゆる通常の会話というものの違いというものを少し理解していただけましたでしょうか、うん、そうですね、先ほど一番最初にも、ね、思っていたことを私も話しましたけれども、やっぱりこんなくだらないことじゃ相談しちゃいけないんじゃないかとか、うん、っていうようなことはないんだっていうことがまず、うん、そういうことが分かっているだけで、うんうん、やっぱりプロの専門の方に、ね、相談しやすいなっていうことが一つと、はい、うん、あとはやっぱりそういった、ね、私の心の中にこう秘めていた思いとか例えば悩みとか、はい、そういったものってやっぱり他人に知られたくないからこそ一人で悩み続けたりとかしてきたと思うんですけれども、うんうん、そういったものをやっぱり、ね、守るところは守ってくれて、うん、そして共有してくれるところは共有してくれて、うん、応援してくれて、うん、で支持的でなくて、はい、っていうところでやっぱり今まで描いていたものよりも、うん、やっぱり相談しやすいかも、うん、というふうな印象を今日で受けましたね。ありがとうございます、うん、本当にその部分が結構大きなところかなと思うんですよね。そうですよね、どんなちっちゃな話題、うん、テーマとか問題であっても、はい、あくまでその人個人の問題ですので、はい、その客観的にですねこう第三者がその問題大きいとか、はい、まあ、小さいとかそういうような判断をしないというのが、うん、まあ、カウンセリングの特徴にもなってくると思いますので、そうですね、本当に、気軽な気持ちでこう相談に乗っていただけるっていったところが、少し分かっていただけたんじゃないかなと思います。そうですね、多分ラジオを聞きの皆さんもほとんどの方が私と同じようなイメージを持っていたと思うんですけれども、はい、今日の放送を聞いてちょっとなんか相談してみようかななんていうふうにもし思っていただけたらいいですね。そうですね、はい、はい、ではですね今日はそのカウンセリングとまあ普通の会話の違いについてですね、うん、簡単にお話しいただいたんですけれども、はい、来月のこのリバイブではどんなお話をいただけますか。はい、今日はですねそうですね今日の、違いといった話をしましたが、はい、じゃあ実際のですねそのカウンセリングが、まあ、どんなような、流れの中でこう繰り広げられていくかっていう、カウンセリングから、まあ、カウンセリングというのはその、まあ、予約をしてですね、はい、ドアに入っていくところから、まあ、始めとの出会いから始まっていくわけなんですが、はい、まあ、そこからこうどういうような流れプロセスを踏んで、いくのかといったところを、トピックにして、お話をしていけたらなと思ってます。はい、こちらのリバイブもう一度戦えるは毎月第4月曜日12時35分からということですので、来月7月は23日月曜日12時35分からの放送となります。はいはい、またですねこの放送をお聞きいただいてちょっと高田くんにですねご相談なんかちょっとしたいななんていうふうに思った場合はですねちょっと宛先などなんか連絡先をちょっと教えていただきたいんですけれども、アドレスでよろしかったでしょうか。はいはい、それではですねちょっと気軽に相談したいなんていう方は E メール k-takada@shirt.ocn.ne.jp もう一度お伝えますね、 k-takada@shirt.ocn.ne.jp
ne.jp こちらにお気軽にですねメールでもいただければ、はい、ということですよね。はい、お待ちしてます。はい、ということであっという間でしたけれども、はい、リバイブもう一度戦える、ぜひまた来月もお楽しみということで、よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。